ピアチェンツァ、ピアチェンツァは、イタリア共和国エミリア・ロマーニャ州にある都市であり、その周辺地域を含む、人口約10万人の基礎自治体、コムーネ、ピアチェンツァ県の県都である。ポー川に面した都市である。古代ローマ時代に築かれた、平営都市プラケンティアを起源とし、エミリア街道とポストミア街道が接続する交通の要衝として発展した。 ピアチェンツァ県北部に位置するポーガワ南岸の都市。対岸はロンバルニア州である。クレモナから西南西へ、約2 7トル、パルマから西北西へ、約5 7トル、ミラノから南東へ、約6 1トル、シュートボローニャから西北西へ、約1 4 4トルの距離にある。隣接するコムーネは以下の通り。カッコ内の LO は、 ローディケン所属を示す。ローマ人が定住する前、一帯にはケルト人とリグリア人が住んでいた。エトルリア人が羊の内臓を神に捧げる習わしを持っていたことがよく知られている。聖堂でできた肝臓の彫刻はピアチェンツァの肝臓と呼ばれており、1877年に完全な形で近郊で発見された。多神教信仰を示しているとされる。これは、 超占い占い師の習慣につながっていた。ピアチェンツァはケンソルタルガイウス・フラミニウスの尽力により、紀元前218年にできた言い伝えによれば5月31日である。共和制ローマの最初の軍事植民地としてである。ラテン語ではプラケンティアと呼ばれていた。プラケンティアと近郊の植民地クレモナには6000人のラテン人植民者が送られた。 ローマの騎士階級が多かった。市ができたのと同じ年、プラケンティア地域で、ハンニバルがトレビアの戦い勝利したが、市民はカルタゴ勢力に抵抗した。その後数年、地域は水浸しになり、川港がポーカワギ市に建設された。プラケンティアは穀物、大麦、木々、羊毛の生産で繁栄した。幾度か略奪され荒廃しても、市は常に復興し、 6世紀にはプロコピウスがエミリア街道沿いの第一の都市アーブス・アムリア・プリンケプスと称した。古代後期のプラケンティア C300 から700、800AD はキリスト教の伝播が特徴である。そこには幾人かの殉教者の存在があった。現在の死の守護聖人アントニヌス聖アントーニオはかつてローマ軍団に所属しており、彼は プラケンティアのキリスト教家を進めたが、ディオクレティアのステージ代の迫害で殉教した。ゴート戦争、東ローマ帝国と東ゴート族の間で争われたの間、プラケンティアは略奪にあった。短期間だけ東ローマ帝国の都市となり、その後ランゴバルド人に征服され、広国の首都が置かれた。9世紀にフランク王国に征服されてから、 神聖ローマ帝国とローマとをつなぐフランキゲナ街道を沿いにあったことに助けられ、ピアチェンツァは復活し始めた。千年以降、人口とその重要性がさらに増した。その時代、封建的領主から新種階級へ次第に権力が移行しており、田園地帯の封建階級も同様であった。1095年、ピアチェンツァで、ピアチェンツァ会議が開催され、 第一次十字軍の結成が宣言された。1126年以降、ピアチェンツァは自由中世都市となり、ロンバルディア同盟の重要な一員となった。同盟に属したことで、新生ローマ皇帝フリードリヒ一世に対する戦いに臨み、その後レニャーノの戦い、1176年に加わった。近隣のコムーネ、クレモナ、パビア、パルマと戦って打ち勝ち、ピアチェンツァは、 ロードを広げた。ピアチェンツァは、ジェノバとの通称論も管理下に置いた。そこにはすでに、マラスピーナ伯領とボ防備を指教座からやってきた初の、ピアチェンツァ人銀行からが定住していた。13世紀には、皇帝フリードリヒ2世との戦いが、不成功であったにもかかわらず、ピアチェンツァは、ポーガは、流域ロンバルディア地方の要塞をどうにか獲得した。 農業と貿易が数世紀にわたって繁栄し、ピアチェンツァはヨーロッパ有数の裕福な都市の一つとなった。これは多くの重要な建築物の建設と都市計画の総括的工程に繁栄していた。都市の支配をめぐる争いは中世イタリアのコムーネの大多数と同じように13世紀半ばにはありふれたものだった。スコッティケ、パルダビーチィーノ家、アルベルトスコと、 1290年から1313 13年がこの時代に権力を握った。スコトの支配はミラノのビスコンティケがピアチェンツァを獲得した時に終わった。ビスコンティケの支配は1447年まで続いた。ジャンガレアッツオ・ビスコンティはピアチェンツァの法令を改定し、パビア大学を市に再配置した。ビスコンティケに代わってミラノの支配者となったスフォールツケが、 1499年までピアチェンツァを支配した。16世紀の効果にはピアチェンツァは繁栄するプラセンシャフローレットとモットーが刻まれている。死は事実さらに発展していった。主な要因はその田園地帯からもたらされた生産物であった。16世紀中には新しい死壁の列が建てられた。1521年までピアチェンツァはフランス支配を受け、 その後、事実上の教皇領の一部として、ローマ教皇レオ十世に支配された。最終的に1545年、ファルネーゼ家が起こしたパルマ及びピアチェンツァ広告に含まれることとなった。ピアチェンツァは、オッタービオ・ファルネーゼがパルマへ移すまで広告の都であった。オドワルド一世在位、1622年から1646年。 統治下は最も圧政的な時代であった。3万人いたピアチェンツァ市民のうち、基金で6000人、ペストで1万3000人が死んだ。都市と周辺の田園地帯は強盗とフランス軍兵士によって荒らされた。1732年から1859年に、かけ、パルマとピアチェンツァは、ブルボンパルマ家に支配された。18世紀には、家は、 パルマに暮らし、スコッティケ、ランディケ、ホリアーニケといった貴族が所有する大邸宅がピアチェンツァに建てられた。1802年、ナポレオン軍はピアチェンツァをフランス帝国に併合した。若いピアチェンツァ人身兵たちはロシア、スペイン、ドイツとの戦いの戦場に派遣された。その最中、死は非常に多くの芸術作品をフランスに強奪された。現在、 これらは多くのフランスにある美術館に展示されている。オーストリアとクロアチアの軍が1848年までピアチェンツァを占領した。住民投票がリソルジメントに加わる都市となるきっかけを作った。総投票37,585票のうち37,089票が統合に賛成したのである。ピアチェンツァは王家により イタリア統一家の最初の産物、プライモジェニータデル、ニタディタリーを宣言された。ピアチェンツァ人は南部イタリアの独立闘争を戦うため出兵したジュゼッペ・ガリバルディ軍の一団に加わっていた。1865年6月、最初の鉄道橋が開通した。1891年、最初の労働者会議がピアチェンツァで開催された。第二次世界大戦中、 ピアチェンツァは連合国側の激しい爆撃を受けた。法側にかかる重要な鉄道橋、鉄道駅、歴史地区が破壊された。丘陵地帯とアペニン山脈にはパルチザンが活動していた。1945年4月25日に戦争が終わるとイタリア抵抗運動による全パルチザン暴動が勃発。4月29日には死にブラジル遠征軍が到着した。 1996年、オスカル・ルイージス・スカルファロ大統領は、ピアチェンツァに、戦争時の勇気を称える金メダルを贈った。ピアチェンツァには、以下の分離集落、フラツオーネがある。ピアチェンツァは、イタリアで、芸術都市の名声が高いものの一つである。多くの歴史ある宮殿や、邸宅、素晴らしい庭園を誇っている。ピアチェンツァを、本拠地とする、 サッカークラブとして、ピアチェンツァカルチョとがある。ホームスタジアムは共に、ピアチェンツァカルチョは1919 19年創設、1990年代から2000年代前半にかけて、セリエ A で戦ったクラブであるが、2012年に経営破綻し、新たな経営母体によって再建された。2017から18シーズンは、セリエ C、サンブリーグに属する。 プロピアチェンツァボ1919 19年創設であるが、長らくアマチュアクラブであり、地方リーグに属していた。2013年にチームが再編されてセリエ D に参加。2017から18シーズンはセリエ C に属する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。